今シーズン2度目の登場いただきます西山孝弘先生、よろしくお願いします。お願いします。ありましたけど、はい、3度目の正直で何とかベスト18入りました、はい、ありがとうございます。やりました。正直嬉しいですよ。嬉しいです。それは嬉しいですね。今日ね、あの7レースの予選1回乗りを終えて、はい、6.20 という一点余しのとこにいてね、本当だったらもう胸張って当確って言えたんでしょうけども、はい、結構ね、ポイント争いが、ね、そうですね、もつれて、まあ、大概それで乗れないというのが僕のスター性なんですけど今回じゃあこれは、はい、奇跡的にね、はい、しっかりと乗ってきましたし、これはやっぱり成長の証というふうに見ますかね。ここに踏みとどめたというのは成長しているんですかね。僕はすると思いますよ。よく伸びしろはあるけど伸びる要素がないってよく言われよったんですよ。すごい微妙な日本語ですよね。はい、なんで良かったです。でも乗れて、はい、でもね、今節そのいいエンジンということも、ね、エンジン足がいいっていう風に言ってましたけども、はい、それをこう壊さずしっかりと維持してレースで発揮してこれだと思うんですけども、はい、いかがですか。そうですね、もう川上さんから、はい、落ち着けと、はい、ずっと言われているんで、うん、でも王座でいい勉強させてもらってあんで、はい、今節は本当落ち着いてレースにしろ挑戦にしろ、はいはい、できてます。王座がちょっとね、あのエポックメイキングとかのね、ちょっとショッキングな出来事。そうですね、あら、でもあれがあったんで、はい、はい、今節はそれがいい方向に、ね、はい、あのそのね、4日目の7レースですけども、対戦相手がですね、池田浩二選手とかね、はい、松重選手、山村豊選手というね、もうすごくもうすごい選手を相手に、はい、だから完勝でしたね。いやいやいや、もうテレビでしか見たことないような先輩方やったんで、かなり緊張しましたね。でもそういうね、状況のもとにおいてもスタートもきっちり、ほんまに。そうですね、はい、もう新鋭で、あのうちはよく走らせてもらってたんで、はいはい、はい、そのおかげで良かったです。逃げれて。ドラマには決してね、こう楽なところじゃないですか、ね。そうですね。多分僕選手になって初めて戸田で逃げれました。あ、どうですか。おそらくそうだと思います。これはね、大きな自信になりますよね。そうですね。まくられるイメージしかなかったんで、はい、良、はい、かったです。まあ準優勝戦ね、ここまで進みまして、まあちょっと外枠になりますけども、はい、あの気力的な部分でいうとどうでしょう。いや、もうかなり上位はあると思います。一番いいのはどの辺ですか、して。いや、もう伸びと乗りやすさと、うん、今日はもう出足も全部来てたんで、はい。もう私的には十分ということですね。そうですね、はい、じゃあ最後になりますが、ファンの方にメッセージよろしくお願いします、どこまで奇跡が続くか分かりませんが、行けるところまで行きたいと思います、生でその奇跡を見に来てください。お願いします。はい、西山孝弘選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。静岡市部の横澤選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。予選4日間終わりまして、ポイントが 6.40 ということで、はい、順位ということを聞きました、はい、ここまで横浜を振り返りまして、足の動きとかいかがですか。そうですね、まあ、前傾からまずスタート練習した時にも行き足か伸びは甘めだったので、まあ、今節いう角炉、ツボ、いいツボに比べてはもうかなりの差があったので、まあ、厳しいかなと思ったんですけど、2日目終わって本体整備始めてだいぶ上向いてきたので、まあ、攻めれるレースができたかなと思います。はい、4日目の、ね、はい、6レースは4コースの角川さんで、うん、まあ、内側のテーマはスタート早かったですけども、はい、1コーナーの力強く乗って出て、うん、どっちもこうしっかりとさばいてという形で、はい、2着にしたんですけども、うん、現状その特徴みたいな足でありますか。まあ、本当初めは悪かったんでね、はい、それに比べてスタートが届くようになってきたっていうのと、まあ、ターンで押しが来たっていうのがあるので、まあ、あとは本当に回転が気温によって全然合ってる合わないが来るので、まあ、明日はそこに合わせれば、まあ、チャンスは来るかなと思います。今ターンの押しっていう言葉がありましたけど、今日 の1マークもね、力ないとあそこの位置に出てきてないですね。そうですね、はい、この辺は収穫っていうか、じゃあこの順位でもそうですね、だいぶ上回ってきたので、はい、まあ、ちょっと最終日どうかなと思ったんですけど、はい、まあ、自由に乗れるんだったら十分チャンスも来ると思うので、はい、最初の方に言葉を言った中で、今回吉田角郎選手や、うん、同県同期のすごい選手のえぐいです。えぐいですか。です。合わせたりしたんですか。まあ、スタートあレースも一緒だったんですけどね、はい、久しぶりなんか新人とベテランかなぐらいの差があったので、まあ、角郎に関してはかなりのチャンス、彼もあると思う。久保さんのレースが横澤さんの1個前で、はい、そのレースもね、久保さんのレースがあのレースのイメージを持っていくつもりで行ったんですけどね、同じ、ね、定番でしたね。ちょっともうやっぱそこの一足が足りないのが
今まで締め切れないっていうのはありますよね。でも ああいう選手がセンターにいて、そのアウトにいるとなんか展開も戸田ならっていうね、ブレーキも来たので、はい、まあ、十分ここは本当にチャンスあると思います、はい。最後になりますが、ファンの方に順位突破に向けて力強いメッセージお願いします。戸田協定総理杯、今面白いレースをしますので、明日も順位いいレースをしますので、応援をお願いします。はい、小田選手でした。どうもありがとうございました。正義選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。初日ドリームで僕に刺されて、はい、いつもよく来られたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとちゃんと壊されてしまったんですが、はい、足ティガの感触って足は直線はまあ普通ぐらいは行ってるんですけど、もうターンの旋回がもうちぐはぐで全然乗りこなせてないですね。はい、まあ、その乗り心地っていうのは多分大事されてると思うんですけど、はい、その乗り心地は、まあ、前半の後半の方が、まあ、そうですね、今日展示から初めてターンマーク曲がれる感触になったので、で後半ももうなんかプロペラ叩いてみたら意外と乗れたんで、ちょっとまあレースいけるかなと思って使ってみたんですけど、後半もちょっと展開もあったと思うんですけど、はい、まあ、乗り心地ある程度ちょっと妥協レベルまで来たのかなっていう。そうですね、こうレースできるっていうか旋回できる範囲にはありましたね。はい、スタートの行き足とかどうですか。行き足は悪くないですね。行き足はもうどの感触どういうラインにプロペラ合わせても大体来るとは思うんで、スタートはしやすいんですけど、はい、グイグイ出ていくっていう感じ。足は今のとこ見当たらないですね。はい、まあ、明日に向けての対策とかいろいろ考えてらっしゃると思うんですけど、一応まあまあこうプロペラも今節意外と叩き替えてるんで、またちょっと頭をフル回転させたいと思います。まあ、最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、自分なりに精一杯走ります。お願いします。選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。